ギャンブルに、一千万、かけます。三七十二なんですよ。ラッキーナバー。うるせえあの、おにゃんコパンが一番強いあ、ね。ああ、もうそれもういい、ほっといていい、ほっといていいお前、アンチだろ。なんですか自分は15番が来るのじゃうです。ジオージ行けどして、ジどでーです。でーーー行ったらかー 本日、なんと私、これこれ、ギャンブルに、一千万、かけます。で、俺はもう一億、もう今日手に入れる予定で、やってるから。皆さん、ちょっとあの、競馬、知らない人ですあの、ページあるんですよ。インターネットで、あの、券が買える。で、ここに一千万入れようと思ったんですよ。現在、この、えぇ、ー、まあウォレットだと思ってください。ウォレットに入ってる金額、0円です。なんとですね、一千万入りませんでした。 ゼロ円です。とりあえず、一千万、いや、上限なしなんだけど、一千万、あの、入金することはできなかったんですエラーが出て。どうやらですね、あの、これ、ゆうちょ銀行を使ってやってるんですけど、ゆうちょ銀行に、一千万円お金が入ってませんでした。<laughs> お金がなかったです、僕。一千万も。なかったんです。で、今日、あの、昨日それ気づいたの。土曜日に。お金がない。っていうか、お金がないし、お金がこれ入んなかったんですよ。なんですけど、 さすがに俺やるって言って今日やらなかったらやばいなと思ってお金用意しました現金で現金でお金用意してそのお金で今俺の連れに現場でチケット買ってもらいますビデオツアーでつなげてもうそれでいきますはじめしゃちょ2号ねチケット何を買うかも決めてないからちょっと早めに決めないといけない、えっとで皆さん競馬ってご存知ですか僕は競馬の知識ゼロです <laughs> お金持ってるだけです、ただ。<laughs> お金持ってるだけ。だから、どれを買うとか決めてないし、分からないんですよ。だから、今、知識ゼロなんです。で、一応ですね、皆さん、競馬っていうのは、えっ、ー、と、馬何人えっ、ー、と、今日の馬のあれなんか、表みたいな,のないのえー、皆さん、今日走る馬の名前が書いてある表がこれです。まずはちょっとね、俺と一緒に、競馬の知識をちょっと最初に頭叩き入れとこう。まだ時間あるから。えー、まあ、このようにですね、まあ、これよ、まあ、別にどうでもいいですこれ、名前とか。え ま、こんな感じでね、あの、コメントもあるから、おにゃんこぽんとか、ふざけた名前のね、馬があると。えー、いく行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 くセックスね、はい。で、まあですね、皆さん。まあ、えっと、馬が18頭。いいですか、皆さん。今回、僕がやるのは、例えばですね、1頭が、あの、何かって予想するのって、まあ、18分の1じゃないですか。18分の1。だから、当たっても、そんなにもらえないんですよ。今回、僕がやるのは、 競馬の中でも当てるのが難しいと言われてる三連単。この三連単ってのは何かっていうと、一等二等三等がどの馬になるかっていうのを当てる。これ当たるとですね、ちなみに皆さん、一千万かけた場合、一億になります。で、やめとけって言うでしょお前ら。お前知識ないのに分かるわけないだろみたいな。大丈夫です。馬神様を見ました。馬神様。来ました、皆さん、馬神様が。 あどうもこんにちは、はいこちら馬神様です皆さんあの今回は1頭っていうのが脱ぎないんですよね、これ、1頭っていうのではなくて、もう強い馬が2匹いる、もうその2頭のどちらかが1着というふうなレースなんですよ、はい、あちょっとですてちなみにあの補足情報で、はいえっと、霜降りの粗品さんは12番の、えっと、ダノンベルーガを予想してる。 これちなみにそ、粗品 <laughs> <laughs> があの予想してるやは絶対当たらなし。まあ、いいやでそれ、それで何どれを買ったらいいのとりあえず。その2匹抜けてる馬っていうのが、えー、その粗品さんの選んだダノンベルーガと、え ?18 番のイクイノックスなんですよ。<laughs> イクイクセックスと,、えー、とダノンベルーガ。<laughs> はい。この12、18が、もうめちゃめちゃ強い馬なんですかめちゃくちゃ強いですね。 もうかななり抜けてるるとと思うそ,そんなことある珍しいですね、ここまで力の差がはっきりとしているダービーも。<laughs> 待ってちなみに、あの皆さん、前回当てた、ヘズマ竜さんから、もう一応聞いてるんですけど、ヘズマ竜、18番のいくいくセックス言っとるわ、あもうヘズマさんも言うんやったら、間違いないです、ね。いや、まあ、正直、俺も今日取りに行きたいの、普通に、お金を。たぶん、当たる予想僕も考えたんで、はい、お願いしますじゃあ、ちょっと言いますね、1着を12、18で固定してほしいんですよ。 2点ですね、1着のところをフォーメーションっていう買い方があるんですけど、はい、2着がそ15番と13番、それと12、18ですね、4点になります。はっなんでこんな多いの,無理ーの万が一、絞るのであれば、もう2着も12、18でいいとも思ってるんですよ。それぐらいにで、それ本当にマジ、12、18来なかったらぶっ飛ばすよ、マジで。大丈夫です、12、18は強いです、本当に強いです。 3着がちょっと穴を狙ってみようと思うて6番10番12番13番でそして14番 <laughs> ええ<ー笑>ね多すぎ問題ねもうこれだから1個に絞ってくれってじゃ君が3連単買うとしたら何買うのい ?1 枚だけ買えるとしたらそうですね3連単を買うとするならば 1>,、うん、1着12182着も1218だから1個だけだってチケット。 1点でで買うんですか 1> 1点に決まってんだな !?3 連単1点となると1着が18番182着が12番12はい3着が13ですねそれになっちゃいますね 1>, <laughs> 1点だとねこれ本当に当たるおい本当に当たるのかみんな本当に当たるのかなかなか3連単1点というのは至難の技ではあるんで。 だから、それを当てるのがギャンブルだろうがもし1点で、ね、1> どうしても行きたいというのであれば、12、18番の生まれン1点というのが僕はおすすめす何、生まれン1点って。1>, あの1着、2着問わず、2匹の馬がその1着、2着に来ればいいという待って、うなちゃんマンから来てる、1点で買うなら18、12、15、ガチで来ますよってあ15番もまあ強いですね。1億円にしたいということですよね。 1>, まあ1億円にしたいね、もうこれ外れたほんと、臓器売ってもらうからね、本当に。じゃあ、皆さん、その3連服っていうのは何なの ?3 連服というのは、その1着に来なくてもいいという馬券です。3着にその本命馬が来たら当たり。はそれ当たってもさ、しょうもないんじゃないの、金額。いや、でもこれこれ3の場合、買われる金額がすごいんで、それでもそれなりには当たると思います。いや、そんなちょっと2倍、3倍になるぐらいだって、いらないんだよ、はっきり言って、俺は。あ<ー>億万長者だから。 ですね、それだったらもう、その生まれんという買い方を僕はお勧すすめするんですけどね。何、生まれんって。1着、2着が純不動という、そうですね、それが12、18で買うと、今現在でも多分七7倍ぐらいはいい、7倍するの待って、3連単で当てるの、どれぐらい難しいか、大原誠治が東京ドームでライブするぐらい、もう諦めよ三3連単、無理だ、諦めよ絶対当たんねえよ、じゃあ、え、ちなみにあなたは何かあったんですか、じゃ教えてくださいよ。僕も12、18の生まれんです。 ねえもうほんとほかにいないの詳しい人えなんか一番なんですけど一番なんか過去10年で、うん、あの絶対3着以内に半分の馬が入ってるんですよはいはいはい3着以内っていうのは馬券圏内のことうんだからそ強くても弱くても一番は5割の確率で入ってるんでまあ何個か買うんだったら入れた入れた方がいいと思いますお前アンチだろなんですかなんかみんながないない絶対それはないっつってるぞじゃあ君何買ったの今日今回 1>, 1番副賞買いましたあの自分は15番がくると思うんですよ15番は機手が今のところダービー2連覇してるんですよで、うん、次に勝ったら史上初の3連覇になるんですね君は勝ったのかい15番をはい自分は15です15番ないくら勝ったの ?300 円300円 <laughs>、はい、お前300円の覚悟で俺に今これ言ってんのイクイノックスとかはと弱点があってうん何あ弱点お何やん あのに弱いんですよ。うわっ,<の>ロってことか前回の大会はい前回の大会で減速してるんですね、うん、ああ最初は良かったけどはいうわっわっゴール直前ゴール直前でああ遅くなって2位になったんですよでなるほど12番も同じ感じなんですよ、うん、なになにこいつら何1218走ろってことはい違いますよでも15番はもう体力もあるし最後の最後でやってくれるとでしかも今回やったら3連覇で盛り上がるはい よしよくやってありがとうどうするお前たちじゃあ単勝単勝か待って、ちなみに俺のリスナーで買ってる人いる !15 番に10万円かけてるって自信ありますって !15 番に10万円やってどうするお前ら !15 番に1億いくいく1億俺別に今日1億出してもいいよえっと、兄が、 えっと7番のあのおにゃんコトンが一番強いああもうそれもういいホッいほっとホッいいそれホッといていホッれほっといていいもうマジでホッいていい絶対来ないからさっき一番進めた人なんですけど <laughs> また来たの違う15番がほんまに過去10年で1回も来ないんですよ3着以内にも <laughs> まあまあまあ分かりますよ<う>いいダービーだとやっぱりうち,うちの方がやっぱり有利だったりとかはあります、ね、え待ってこれ15番っていうのは何その一もさ何外,外ってことこれ 外ってことですそうですすそうだから15番よりも外側っていうのは結構もう馬券に絡んでる馬全然いなくてプルゲート18までで内側有利えっていうか内側有利なるのじゃあ1番って有利な位置にいるってこと1番はじゃあだからその人気じゃなくてもちょっと勝ちやすいっていうことで私はいつも毎年1番の副賞を買っててこ今回強い馬が中真ん中からちょい外ぐらいなんですよ1213。12 13 やっぱりそこら辺までがやっぱり OK、まあ、ありがとう長澤まさみ13長澤まさみ13枚選んでるまあこれほっといていい何13来るってくるわけねえだろう何これどういうことやらせきてる八百長くるこれ長澤まさみが喜ぶ映像見せたいから13来るってことそんなわけねえだろなめんなギャンブル私が3連覆買ったのが3712なんですよ なんで3712にしたかっていうと、うん、今日の星座占いが1位なんですよそのラッキーナンバーうるせーえー、超絶分かりやすい日本ダービーえっ、ー、と12番がオールマイト現役バージョン13エンデバー15爆豪18ワンフォール15番の爆豪今来てます広赤風うん爆豪いやオールマイト現役が一番強くねあの買い方なんですけど、うん、これこれさんが 1> 1. 1,000万とか買っちゃうじゃないですかはい、はい、そしたらオッががめっちゃ下がっちちゃゃ下うんですよ4倍やったのが 2>,、うん、その2倍とか、うん、になっちゃうんで分けて買った方がオッズが下がらなくて逆にお金が入ってくるような気がするなるほど<で>今理解したそういうことかあのさっき15が1枚入れた方がいい、うん、13も強いんですよじゃあ1218買うぐらいやったら13買った方がいいってこと はいそうですね、18は多分来ないと思いますよ、自分は。順位には、あの、河竹氏が呪いにかかってるので、多分、こないから。OK。待って、しかも来たわ、おめえら。おい、来たわ、本人から来た、本人。えー、13番の、なんと、ドゥ、ドゥデュースさんから来ました。俺を入れないと後悔するぜ。行くかもう、じゃあ、これ。じゃあ、もう、単勝、行く、これで。一番最初の馬神様の意見、完全無視だけど。 もし,もしあの13番の「どうデュースでどうですか?」<laughs> もういいからダジャレさ生まれの1218だからその一番強いと言われてる1218もう捨てて15と13いくよじゃあこれでいいもう時間ねえから時間ないやばいよちょあもうどうしようどうしようもうどうしよういいだろうこれで決めるわ決まりましたあ決まりましたかはいえー、っと よしじゃあオッケー決まった。単勝十三、単勝十五に五百万ずつ行け。二千十九年に生産されたサラこれ負けたらあの、<75 20 S 1> ああもうで、ね、負けること考えるのやめようかな。いやもういこう。第八十九回日本ダービーゲートイン完了。何年に？

おや追おやげろ、追い上げろ、13、14、15本続いています、映像が見えない、映像が見えないけど、もう祈るしかない、13、14、13、13、13、18番、イクイノックスは現在、後方から3投目です、3投目後方から、あ、イクイノックス、10番目、カーンと11番、ジャスティン・ドック、最後方です。

ドー,ドーデュースドーデュースいったらかー来たー !3000 万来たードーデュースを祝福しますドーデュース !21 秒 9! 日本ダービー !YouTube の動画撮影してくるわ当たったー,ー,ーっしゃーえ、待って、あの、13番さ、言った人誰 13番って言っ俺にアドバイスしてくれてる。と誰長沢まさみ。長沢まさみかよ。長沢まさみ。大好き。本当に。大好き。俺大好きだもん。長沢まさみの出てるさ、あの、映画のやつ。コンフィデンスマン。大好き、俺。いや、ありがとう、マジで。わあ15からだ。もう13にかけとけばなもう13に全部かけとけばな ま、いいも結果のでもプラスになった。初めて勝ちました、皆さん。ちょれえちょー,チョロー競馬ちょろーゼロ知識からのプラス皆さん、そして、僕あの、今まで競馬3回目なんですよ、これで。全部元回収しました。ちょれーよかった、でも18かけなくて。いや、おめでとうございます。いや、でですね、皆さんに大事なお知らせがあります。では、ちょっと馬券の方をまず見せていただいてもよろしいでしょうか。 えと当たったのを見せればいいですか当たったのを見せてください、はい、当たったの見せますねはいすいません <laughs> すいませんなんかですね500万かけたと思ったら75万だったんですよみんな聞いてください本当に今回500万かけようと思ったんですけど多分一番最初に一応チラッとは言ったんですけどお金がなかったんですよ だから今まで馬券も見せることができなくて、いつ言おうかな、<laughs> いつ言おうかなと思って、当たらなかったらそのまんま嘘ついたまま終わろうと思ったんですけど、当たっちゃったんで、逃げられないなって思って、<laughs> <laughs> 嘘はよくないですね。まあでも嘘に付き合ってた君もよくないけどね。<laughs> え、そういう感じか <laughs> え、これも持って帰っていいですかも <laughs> ふざけんな <laughs>。まあ、ということで皆さんね、なんと今回で、ね、1000万なかったんで、150万ね。はい、150万使ってギャンブルをしました。はい、えその結果、これだから当たったの300万。まあ、そんぐらいですよ。300万ぐらいですで。現金で下ろせるのが1日200万までなんですよ、誘致って。200万下ろしちゃうとですね、 それを全部使って外れたとき僕生きていけないんで50万はとりあえず生活費で保管しておいてですね150万をギャンブルにこれ今300万買ったでしょ僕今回で競馬3回目って話したじゃないですか1回目が50万で負けましたで2回目が100万かけましたで今回150万かけたわけなんですねで今今回300万勝ちましたよねでも1回目2回目で150万負けてるんですよ なので、なんと僕の競馬、これなんと今、プラマイゼロに戻りました。もう次回です、本当に。もう次回ガチで、大金かけますんで。